はい、中国に最前のコーナーです。週刊ギャルプの和田です。はい、おちです。はい、秋の東京、京都、が開幕するわけですけれども、はい、はい、まあ、東京の開幕週はサウジアラビアロイヤルカップという、まあ、戦力の重賞が定着していますけれどもね、はい、はい、まあ、今年も東西の初出馬揃いというところなんですが、まあ、とりあえず、まあ、2002勝のステルビオが人気かなというところですかね。まずはここから入りたいところですけれども、はい、まあ、デビュー戦が、まあ、6月のそれこそ新馬戦の開幕2日目のレースでしたけど、まあ、1分34秒8という時計自体が、まあ、永久だと思うんですよね、うん、まあ、3着馬と5着っけ、まあ、その後任した2着馬かな、うん、もうすぐ立ち上がってますし、はい、相手関係もレベルは高かったかなという印象なんですけど、まあ、前回は藤井さんの新勝には見えたんですけど、どう見ましたか。そうですね、うん、メンバー的にはもう楽勝して当然というようなメンバーだったので、はい、ちょっと苦しいんだかなという感じはするんですけど、はい、馬場も悪かったですし、ね、まあ、それ辺なのか、それとも距離を一春伸ばした分なのかという、うん、どちらかがね、うん、もしかしたら影響したのかなという感じでした、はい、まあね、そうですね、はいはい、まあ、この東京のまたね、マイルに戻るということで、うん、パフォーマンスは上げてくるんじゃないかなという気がします、ね、うん、そうですね、まあ、今おっしゃったように木村調教師はもう道悪がそのね、開始前の段階でやっちまったと思ったと、うん、いうぐらいもしかしてやばいかなという覚悟はしたらしいんですけど、まあ、そこは能力でカバーしてくれたというのが正直なところかなというところなので、はい、ここで両馬場で進化をまたね、問われるかなというところで、三立てを決めるようなね、まさに入るがね、視界に入ってくるかなというところで、そういう意味でも注目の一頭だと思います。はい、で、まあ、他にもいるんですけど、まあ、札幌2歳で3着に来たダブルシャープという、同泳の馬が、有役登場という感じですか。はい、はい、これ思ったより強いですね。そうですね、はい、ちょっと荒っぽい競馬をしたんですけど、うん、それでいて首差でしたかね、3着ですね。そうですね、はい、かなりの能力あるなと、うん、その伊達にね、タワーオブロンドン、そうなんですね、差し返して任してないなというところを見せたんじゃないかな、うん、まあね、タワーオブロンドンはその帰京ステークスを、はい、勝ちましたし、すぐね、まあすごい長く足使っても最後までそれが続くっていうのは、まあ、いかにも東映 の、 その、ね、ダートでデビューしてきた馬なのかなと、まあ、先週もおっしゃってましたけど、やっぱ東映がちょっとレベルが今年は高そうですよね、うん、イメージもありますので、まあ、キャリア積んでるっていうのは強みですしね、はい、まあ、あとは東京へのこう長距離輸送を始めてであったり、はい、まあ、高速決着になった時にどう対応するかというところなんですけど、これあれですよね、メジロフライトなんですよね、謙信がね、確かおじがね、レイジさんが、まあ、そういう意味でも、まあ、中央の馬場にも対応できるんじゃないかなという底力を感じます、少し、はい、はい、で、あとは新潟2歳組ですか、うん、はい、まあ、天空が3着で、はい、っていうことになりますから、上がりは最速でした。そうですね、はい、結局逃げた馬と2番手の馬で決まる競馬で、結果的には展開に流されたという、うん、感じでしたが、はい、まあ、そういう遅いね、ペースでも我慢して、しまい足を生かすという競馬がね、うん、まあ、新馬戦もそうだったんですけど、続けてできてますしね、はい、そういう経験はこういう強いメンバーでもまた生きてくるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、まあ、これは条件としてはいいのかな、東京でも勝って、新潟でも左回りの戦力というのは信頼している条件なので、はい、あとはまあ、なんですかね、新馬勝ったやっぱ初出馬にも注目が集まるかなというところで、まあ、まあ関東馬からいきますか、スワーブ・エドワード、はい、はい、まあ、これは東京で勝ちましたけど、まあ、1008でしたけど、戦力になりますね、ちょっと気象的にね、結構前向きなタイプということで、決闘、うんうん、だけ見ればね、距離はもう長くても、そうです、ね、長ければ長いほどいいんじゃないかという感じなんですけど、うん、それで少し距離を今度はマイルにしてみるということで、はい、競馬自体はしやすくなりそうですよね、うん、長期入ってどうなんですか、この成長度は。そうですね、あんま大きくは変わってきてないということですけど、はい、まあ、その分、その気象がね、うん、前向きな分、安
休み明けでも力を出すという感じですね。それから関西から来るダノンプレミアムですね。これがまあ阪神で勝ったんですけど、まあ、なかなかの、まあ、時計も含め勝ちっぷりも含め、はい、内容も含め、まあ、スケールというか奥深さを感じさせたかなというイメージがありますね、はい、ディープインパクト3クラス。まあ、これも先発で勝ったんですけど、まあ、戦力早い段階でここを目標にしてきたみたいですね、うん。まあ、これはちょっと東京で私たちも目の前で見てみたい。そうですね、うん、かなり潜在能力を秘めていそうな感じがします。はい、まあ、その他もろもろいますけど、そのあたり、あ、カーボナードか、カーボナードもこれ勝ちっぷり良かったですね、うん。ちょっと反応が良すぎて、どうしてもね、パッと先頭に立ったとふわっとするらしいんですけど、そこはまあ、まあ、関東側なんですけどね、岩崎中2回乗ってますし、まあ、相手強くなった方が、むしろだから戦いやすいかなというところで、はい、これもちょっとディープインパクト3部ですけれども、はい、楽しみな映像だと思いますので、まあ、とりあえずあの注目の一戦かなというところですね。まあ、3日間開催になるので新馬が、いっぱいいっぱいあるんですけど、京都ですかね、京都の、10月9日から月曜日か、祝日の月曜日に行われる千六か芝千六ソシアルクラブというのが、これはお母さんブエナビスタですね、まあ、2番手になりますけれども、まあ、初号はちょっとあれですね、あの買ってからなかなかね、うまくいかなかったというか、ちょっと壁にぶち当たった感じがありますけど、まあ、この馬もやっぱり奥手なんですかね、ブエナビスタの方は、うん、まだちょっと物足りなさはあるみたいなんですけど、まあ、時計は水準で動いているので、はい、あとは血統の良さで、投手どこまで変わってくるかというので、はい、私の手綱で注目の一頭だと思います。それからまあ同じレースにですね、菅井厩舎の里のルーリー、これはあのあれですね、我が社のズバッとのイメージキャラクターをされている横山瑠璃香さんが、はいはい、命名した馬ということで、はい、射的には注目の人なんですけど、まあ凱旋門賞にも出た佐藤ノブルスのね、うん、妹ということで、まあ結果的にはあれなんですけど、どうやら体が成長がちっちゃくて410キロぐらいしか、うん、ないらしいです、まあ、ただそれでもやっぱり大きく見せるというか、ゆったりとしたフォーマーで走るというのは、まあ、ディープインパクトの良さを受け継いでいるのかなと、というところで、はい、このままのペースにも注目したいと思います。同じく里見さんの、里のエターナル、これが一級厩舎なんですけど、これはまあ春からの評判でしたね、はい、ディープインパクトなんか、確かセレクトで1億超えだったと思いますけれども、これはまあ一周前の日でシュートでラスト期間が11秒台ですからね、まあ、だんだん良くなってきていると、まあ、これも430キロ小柄なんですけど、うん、まあ、いかにも軽い走りをするんじゃないかなというイメージが湧きますので、まだまだいますね、まだいっぱいいますよね、研究者、はい、研究者、そうですね、はい、注目だと思います。で、東京も軽く触れておきましょうか。よく挙げてたキャンディケインですかね、四角厩舎になるんですけど、これは初くらい3区で、芝の1004、初日の土曜日の1004なんですけど、なんかもう一人で最初に入厩した時はね、もう興奮して突っ飛んでっちゃうような気象だったみたいなんですけど、放牧に戻して帰ってきたら、落ち着いて走れてるということで、うん、まあそういう気象なんで、実戦に行っても初戦から走れるタイプじゃないかなということで、はい、陣営はデビューが超意識しておりますので注目です。印象は2名の騎手です。はい、何かいますか。特には大丈夫ですか。はい、はい、まあ3つありますんで、はい、東武一列と、はい、京都では林道賞と思いますが、まあ、これ勝つと、まあ、2勝目で、はい、阪神ジュネラルビリーズも視界に入ってくるレースなので、ね、はい、注目していただきたいと思います、はいはい、ということで今週はこの辺で。